はい、こんにちは。どこに行っても何をしても治らない重症症状を根こそぎ解消させる専門家の水田翔平です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はね、ちょっといつもで一風変わってね、こう鳥羽湾ね、一望できる最高のロケーションの中でね、ちょっとね、お送りしていこうと思うんですけども、今日はね、股関節の痛みで、日頃ね、ちょっと宿泊されてる方ね、に向けてね、お家で、自宅で、まあ、こういう今ベランダなんですけどね、こういう段差とか、こういう塀があるところで簡単にできるようなね、体操、ストレッチを、紹介しようと思います。で、それをするとどうなるかっていうと、基本的に、ね、股関節の痛みが出てる方、やっぱり歩き方も含めて、姿勢も含めて、やっぱり痛みがね、どうしても日常の中で、まあ普通に歩くとかね、何か、階段上がる降りるとか踏ん張る時とかに痛みってやっぱり出やすいんで、そういうものに対してちょっと緩和させるね、運動をね一つ紹介しようと思います。ちょっと足元を見させてもらってね。で、どういうようにしたらいいかっていうと、ちょっと壁ねこうやってね持ってもらってで、足なんですけど、基本的につま先の方向に前に体重乗ってこう前のめりになって歩いてる状態がやっぱり多くて、どっちかで言ったらこう、かかとの方にね、まっすぐ立って、かかとの方、要は、つま先をこう、上げる動作っていう動きが弱いんですね。だから、いわゆるまあ、側関節の動きが硬い人は、どうしても、線速いてて前になって、股関節で痛みが出る姿勢が強いので、こっちはしなくていいです。こっちだけ、足首で上げる動作を、ここ10回。10から1セットでね、この上げるのをとにかくやってあげる。じゃあ裏側を使うようになります。普段はここを使うので股関節で痛くやってるけど、裏を使うようにすることでしっかり重心を真ん中ちょっと後ろ方向ぐらいにかけてあげれるようにすることが股関節痛みをちょっと和らげる方法になるので、これをまあ余裕があれば2セット3セットやってもらったら、しっかりね、その後歩いてもらったら分かると思うんですけど、かかとの方向にね、体重乗っていくと思うので、まあ、意識、普段からもね、やっぱりかかとの方を意識してね、やってあげればいいかなと思います。はい、ではまだね、何か分からないこととか、質問、疑問、股関節のことでね、いろいろあったら、何でもいいのでね、コメントいただけたらなと思います。はい。では、今日はこの辺で終わっておきましょうか。なんか言うとく？なんか言うとく？チャンネル登録してねば。やだ。言って。やだよ。じゃあ、注射でどこか。なんで？チャンネル登録。チャンネル登録してください。またねー。またねー。